武田先生、そしてフィーフィーさん、こんばんは。先日三重県の温泉施設で40代の男性が女湯に入ったということで逮捕されました。逮捕された男は、心は女なのになぜ女湯に入ってはいけないか理解できないと供述しているようで、これは先生が常々おっしゃっていた LGBT 法の問題だと思います。手短で結構ですので、武田先生、ご意見お伺いしたいです。どうですか、これ、心は女だっていう、あの、何してもさ、はい、何事件起こしてもさ、うちらも、うんうん、心は13歳って言ってるようなもんでしょ。いいのそれ。それはダメでしょ。一緒じゃない、ね、でも一緒ですよね。本当に心が女だったらまだしも、言ってるだけかもしれないわけでね。女の裸が見たいからって言ってそう言って、いや申し訳ない、心女だろうが何だろうが物を見たくない、女性としてはダメなんだけれど、いやらしい目で見られてるともっと嫌でしょ。いやらしい目で見られてるともっと嫌で、要は変態みたいな人が入ってくるってことで、物も嫌だし、ましてやいやらしい目で裸見られたらもっと嫌でしょ。嫌だけど、うん、逆にそうしたら男だなって感じでこっち構えるけど、うん、仲良くしなきゃいけないって言われてるのが嫌だ。物ついたまんま、うちら一緒の女だよねって言われる方が、いや違うからって言うと、うん、差別って言われるから、逆に変態だとこっちは、あ、変態だこの人って思えるけど、ごめんとか言えるけど、なんかすごい同じだよって言われてブツついてる方が見せられるのが、いやブツみんなブツブツってなんて言えばいいのじゃあ。だってバンされちゃ嫌だから、なんかブツでいいと思いますけど、ブツ以外なんて言うの。ブツでいいと思います。日本の方はなんて言ってるの。物の方。あ、物ね、そっか、何読みで読むかだけなの。私ね、はい、天は二物を与えずって言うじゃないですか、はい、私生放送のニュース番組で朝、はい、天はさ二物じゃなくてさ、はい、あなたすっげえイケメンなんだから一物与えてくれてるなんて間違えて言っちゃってさ一物ってさ、まさに今私が言う物のことでしょ。あ、そうですね。番組地上波、うん、地上波、結構中ぶらりにされちゃうよね。これ関西だとフィーフィー何言うとんねんとかってなってくれるんだけど、そうね、天は一物を与えた、それは男性に対して、男性に対してかっこいいからいいじゃんっていうの、それは多分凍りつくね。で、それは放送されたんですか。だって生放送、生放送、でも外国人だから、まあ一家的な感じだったんだ。そこまで言っていいかいだったらね、何言うとんねんです、ね、別に関西朝もそうじゃん、ね、結構何言うとんねんとか言われるけど、天は一物を与えた、これ結構流行るかもしれないよ。あなた一物持ってますよって、うん、いや、もう3物ぐらい持ってる、4物ぐらい持ってるじゃないですか。私ですか。4物持ってる。いやいや、5つ持つ持つ言わないでください。一物どころか。でもどうします、はい、だから今のその LGBT 法は、私そもそもあんな法律がいらないと思ってるの。お風呂もそうだけど、トイレだってね、だって一応は私もね、ほら妻がいて娘がいるわけですから、トイレにね、そんな男が女だって誰でも自由に入れたら嫌でしょ。あ、そういえば皆さんね、はい、アラブでも中東イスラムの人たち、結構顔を隠すレベルがそれぞれ違うんですよ、うん、そうするとやっぱり問題になってくるんです、うんうん、要はやっぱり変態っていて、中東にも、うんうん、あ、中東に顔隠してここしか見せないタイプもあるんですよ、はいはいはい、ですね。サウジとかの場合になると、サウジはね、はいはい、エジプトとかはヒジャブつってここだけなんです、うん、ここまで来たり、ここも隠したり、うんうん、ニカブとかブルカとか、うんうん、いろんな言い方します、うんうん、アフガニスタンとか、例えば紛争が多い国とか、うん、あとはやっぱり王族だったりして、ちょっと部族的な思想になると、これイスラムとは全く別の思想で完全に女性を弾圧してるような国、うん、イスラムだとか言って、そうすると本当に男性なのに、うん、トイレに入ってくる変態ってやっぱり向こうでもいるんです。いいんだ。私たちもそれは怖いから、うん、結構イスラムの人でも、いや、ここまで隠さなくていいだろうと、うんうん、ここだけは出してよと、手までグローブっていうか手袋しちゃう人たち全然いるから、結構あの問題になるんですよ、たびたび。なるほど。だからあのトイレ問題っていうのは、実はイスラムは前から問題になってて、自称何々ですじゃないけど、女装して入ってくるわけではなくて、あと顔隠して帰ってくるから、いや、それはどうなのかなって、私たちですらやっぱりここまでは出しておいてほしいなとかあるんですよ、うんうん、なるほど。それぐらいすごいなんか気をつけていただきたいのに、逆に日本とか世界は逆行してません、うんうん、性犯罪とかそういうものを助長するような法律とかになっちゃダメだと思う、ね、本当に心配だもん。だってもう妻と娘がお風呂行くって言ったら、私もその日だけトランスジェンダーになってついていかないといけないんじゃないかっていうぐらい、うん、だって暴行を受けるかもしれない、守るためにね、娘と、本当さ、うん、守るために、目的がそもそもさ、理解のための法律って言うけど、うん、侮辱罪とかいろいろも法律であって、それ以上やったら侮辱になるよっていうのあるじゃないですか。だから私たちだって別に LGBTQ の人たち、要は性的マイノリティの方々を侮辱するようなことって言わないように気をつけてるじゃないですか、そうですよね、基本的には。だから今でも、もし私が言ったとしたら、うん、
や気持ち悪いとか、もし言ったとしたら裁かれる法律ってもうすでにあるじゃないですか。あるあるです。今の理解推進法みたいな意味わからないのって、うん、しかもその LGBT だけにあるっておかしな話で、そうそうそう、憲法13条でもうね、差別ダメよと平等だと言ってるわけだから、そうそしたらフィーフィー理解推進法あってもよくない、私を理解するっていう、うん、そういうふうになってる究極そうだね、マイノリティを理解しようという法整備がまず私おかしいと思ってて、教育があればどんな人であっても相手の気持ちに立って理解しましょうねって教育するだけで十分であって、うん、法律でそれを縛っていく、だってさ好みもあるから、好き、うんうん、好き嫌いもちょっとごめん生理的に受け付けないもいて、うん、受け付けませんって言っただけで、うん、差別なんだみたいなのもおかしな話だし、そうそう、私と付き合ってくれないこれおかしくないとか、ね、おいで差別だって言われても意味わかんないし、うん、理解をしましょうは法整備じゃないんじゃないかな、うん、で理解しましょうって言いながらそっちの方向にね、女子大もトランスジェンダー受け入れるとか、うん、そういう風にどんどん行くでしょう、自分たち新しいんだって言って、うん、けどまず申し訳ないけど私2丁目とかも行くのよ、で友達いっぱいいるし、そっち側の人たちでやめてくれって言ってて、当事者の子置き去りで、特別視するなっつってんの、あの子たち、ほっといてくれって言ってる、ほっといてくれ、それこそ2丁目なんかは結構それで売ってる人たちいるじゃん、うんうん、売ってること自体が見せ物を面白がってるわけですよ、だからそれを表に出さないでくれって言ってた、一時期さホストをさすげえテレビとかで出してた、ああいうのと一緒で別に出すものじゃないじゃん、変に目覚めちゃったり興味本位で、うんうん、入っちゃったり、でもさそういう世界じゃないのよ、うんうん、ああいう世界ってすごく特殊な世界で、うん、一般化するものではないと思ってるの私は、うんうん、だからあのやめてって言われてたの、スポットライト当てるのは、うんうん、自分ら好きにやってるんで、本当にそっちの人はね、結構今、うん、大体日本でだってマツコデラックスさんだって全然テレビ出て、そうそう、誰が不快だって思ってる、ね、普通にもう市民権得てるわけで、うん、才能ある人は全然やってくれるでしょ、ね、日本は特殊でしょ、だってアメリカじゃそんなことないからね、利権ですねって皆さん書いてる、あ、そう、ね、利権なんです、武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。